朝の抽選。これで早い番号を取らないとイベント機種であるエヴァまたは筋肉マンに行くことができなくなる。いつもながらこの抽選が肝となる。はい、今抽選しましてですね、67番という感じで、でまあイベントがですね、絶対エヴァの日っていう感じ、二のつく日がみたいな感じなんですけど、多分みんなは3エヴァ3に行くと思うんで、であとメールでですね、筋肉マンとあともう一つハテナみたいな感じなんですけど、まあそれもありますといった感じで。バイオかな、わからないんですけど、ヒントも何にもないんですよね。だからちょっとわからないんですけど、まあ入ってみてね、今日多分ねそんなにいないんで、はい、入ってみてちょっと考えてみたいなと思います。はい、今回はもう番号的にもあれなんでね、早かったらたまにはね筋肉マンに持っても面白いかなと思ったんですけど、けどね筋肉マンの4や5やって言ってもね、わからないですからね。まあそれ以外のなんか回数を前回で、前日がこれ水曜日で祝日建国記念日だったんでね、今日が木曜日で多分祝日だったんで、稼働は平日よりはねついてると思うんで、やっぱり履歴とかでね、稼働ついてなかったら何言っていいか分からないですからね。まあちなみに目標書から5番目ぐらいなんですけど、早い番号が取れていたなら、後ろのドンケツで回転待ちのイコマ、今回の実戦に勝機はあるのか。はい、番組実践ルールは制限時間は無制限、軍資金は5万円。基本的にホールのルールに従い実践を行う。エヴァ2は入ってないですね。イベント機種のエヴァ、そして筋肉マンに空き台はもうない。仕方なく生駒が打ち込んでいる機種ハードボイルドの島へ。噂さんはまあいいですね。ハードボイルドの前日の高設定台を確保したところで常連の動きを見ていく。もちろんイベント機種以外も。大体190分の1ぐらいですね、合算で。6280÷33、190分の1ですね。クラシックモード。朝一は変更判別が効くクラシックモードに。クラシックモードだと本当にこう静かなアクションが多いんでね。おっ、クラシックモード中はここが点灯すればボーナス確定、ひっそりと光るのがポイントです。静かなアクションが多いんでね。おっ、近くです。
リプレイか。今背景に女の人いて、まあ、あれは期待度上がるんですよ。まあこれは復活。どうしよっこい。あー、走ろっか。よし、1000円で。あのここリプレイ当たって2連のリプレイの時にレバーでここ光ったんですけど、あれあの告知されるクラシカルモードの告知パターンなんですけど、で僕当たった時に熱烈歓迎で、まああれチェリーもあるし、ボトルがちょっと初めてやったんで単独かなとか思いつつ、リプレイ2連して2連目で告知されたんで、あけどリップ、そうか、リップ確率上がって赤頭やったから多分リプレイですね。やっぱりやっぱり乾杯要素の一つとしてもうスイカしかないですね。設定値 12%、 ロックで 16% で、まあプライベートでもハードボイルドすごく打つんですけども、熱いイベントの時なんかでやっぱり、あら、まあ早々に見切るんじゃなくてね、僕の中での目安なんですけども、だいたいスイカ、まあ、最低20個は取らないと本当わからないんでね、ちょっとあっち行っときましょうか。リプレイかな、リプレイ。とりあえず、まあ、バレットラッシュにつなげたいですね。いやー、やばい。お、あ、言ってもた。ビッグ終了後の場面でこちらのランプが点灯でバレットラッシュ突入が確定。この嬉しい演出、あとは長いゲーム数であることを祈るのみ。今まあ入るときにこうビカビカってなったんですけど、あのどっちどっちっていう時点でもうガセったら相当痛いエースですね。よかった、とりあえず一安心。本当にほんまにこの2発装填してバンバン揃っててもバルトラッシュ普通に外れたりするしね。今みたいにゼロ2回しか揃ってないけどこうバレットラッシュ行ったりとかもあったり、この絶妙なバランスがたまらないですわ、ほんま。まあ、1枚とはいえね、ロックだと、まあ、大体2パグがあるんでね。まあこれは可能性としては50の可能性が相当高いんで、50ゲーム以内にやっぱり理想としてはビッグを引きたいですよね。投資1000円からの開幕ロケットスタートを決めたものの、リコマの予想通りにバレットラッシュは50ゲームで終了。しかし連チャンの糸が途切れたわけではない。この降格 A 中にボーナスを引き戻せるか。
快適なドライブを続け、気がつけば100ゲーム出玉が少しずつ増えている。セリフに注目です。次に非常にセリフ、ああダメだ。昇格です、スーパーで。今のは、もう、広角 A がすっげー長かったんでね。左から押して。まあ、10% もスイカ昇格率ないんですけど、まあ、一番高いんでね。これは嬉しいパターンです。まあ、ほとんど宝珠なんで。ラッキーな展開だが、バレットラッシュはほぼ50ゲーム。ボーナスを引きたいところ。すごい外れか。2-0。終わりですね。もうこの時点でアウトです。弱いなぁ。おっ、ジャックポット。これちょっと自信ラードアップなんでね。くっそ、ダメっすよ。 3-0。
チャンス。スペインか。ダメだ。高確率がいいんでね、コイン持ちは結構いいんですけどね、このあるコインでどうかつながってほしいところなんですけどね。なんやね、サーチライトですか。曲がってほしいよ。まずいな。共通ですね。パトカー出現のチャンスアップ演出から10枚役揃い、そしてこの弾痕が銀色に光り金色の玉を装填、激アツの共通10枚役です。なんとか持ちコインでつながりましたね。
金の弾丸が3つ装填され、バレットラッシュ突入が確定。この流れ、いける感じがする。いい流れだったが、バレットラッシュが続かずに、また一からの振り出しへと戻ってしまった。ビッグが2回、リプレイと共通10枚役から。設定カンパをするにはまだ早い時間だが、設定差の大きい追加からのボーナスが欲しいところ。やばい、飲まれるな。スイカの同時当選からレギュラー。設定カンパニーはいいが、手玉的には痛い。バレットラッシュ突入に期待。払わな。ハイウェイゾーンの、まあ、広角絵が50続けばね、まあ、バレットラッシュ一緒なんで。ありがたいっちゃありがたいですけど、ボーナス期待ですね。おそらく1枚役から広角 B に移行。これは大事に行きたい。
イコマがスイカを連続でスルーしているとき、ふと隣の台を見ると、おい、7バトルは確定パターンの一つ、見入ってしまいます。そして生駒の持ちコインが減り始めてきた頃に、また隣の台がバレットラッシュ中にスーパービッグを引いていました。それを受けて生駒は11の1やもんな、スイカひどいな。横も良さげなんでね、読みます。自分の台に設定はないと判断し、コインが全て飲まれたところで大移動。リカゲでもどうかな。もちろんイベント騎士のエヴァと筋肉マンは空いていない。つまりイベント騎士以外で立ち回るしかない。下でもね、それなりに割りがある台を打つしかないとなると、まだ総回転数は少ないが合算確率は悪くない。まあ1で98ぐらいか。輪掛けは全4台。イベント機種ではないが稼働がいい。生駒と同じく割りが甘いという理由で打つ人が多いのだろう。赤か 黒チェリーですね。投資3000円でビッグとこの早い展開は嬉しい。 RT は100ゲーム、連チャンなるか。800の4、まだ800しかなってないから分からないですけどね。黒チェリーもまあ10% もないんですけどね、やっぱり上だとまあ打ってると当たりますからね。青チェリーはね 0.23 とかなんで、確か。やっぱりエヴァ以外ね、稼働がないっていうのが本当にちょっと厳しいですけどね。
自分で回すしかないですからね。ジャグラーも台数すげえ多いんですけど、そんなになんかね、まだ稼働してないんでね。上がってくれたら嬉しいんですよね。1万200回目。1万円で3レーズを外した。調子がいいようですね。熱いレア役を引くもボーナスにつながらずに RT は終了。本当の勝負はここからになりそう。おお、頼む。姉妹4回、追加が1回か、4-1-0。思うようにボーナスが引けずに持ちコインが飲まれる。この輪掛けの総ゲーム数は1000ゲームと設定カンパするにはまだ早い。しかし追加投資をするとなると、とりあえず生駒はまた店内の様子を伺いに行く。開店から2時間、イベント機種は未だに人気が高く空き台はなし。そしてイベント機種以外はまばらになっている状態。仕方なく元の輪掛けを続行。4-2ですね。今1枚4追加に、
この輪掛けは決して悪いわけではないが、レア役を引くもスルー続き、いやおうなしの展開が続いている。総投資がまだ少ないのが攻めてもの救いか。よし、今日はジャグラーはもうやめよう。打つ台ない時とかはね、やっぱりジャグラーとかでジャグラーしかっていう感じなんですよね。今日はジャグラーはやめて金掛けでも打ちますよ。まあ好きだしね、この台は。まあ一緒やろうな。あんま変わらんとは思うけど、ちょっと確率いいんでね、こっちよりはマシでしょう。この41枚5回スイカ4回、まあまだ1枚1000なんでね。よし、頑張りたいねけどな。3回目の移動で確保した合算のいい輪掛け、この輪掛けに全てを託せるか。おい、ネクストかよ。合算確率の良かった輪掛け、しかし生駒が打つとボーナスのボの字すら見えない。進むのは投資ばかりで、気がつけば総投資は2万円を超えた。やはりイベント騎士ではない輪掛けに高設定はないのだろうか。
何やら不穏な空気が漂ってきた。天井機能はない輪掛け、どこまではまるのだろうか。まあ、さっきトイレ行くときにまあ、一応まあジャグラーを見たんですけどね、まあ、ないです。はい、ただひたすらにはまり続ける生駒、この展開は非常にまずい。ちなみに合算確率もかなり落ち込んでしまった。1枚はもう引けてないなぁ。